この番組はさらば青春の2人オフィシャルユーチューブチャンネルをキーステーションにお送りします飯食うの忘れたわーフルーツポンチ村上とシズルイケラのアーマンブルーラジオこの放送はザ・森東をキーステーションにお送りしてますよろしくお願いしますフルーツポンチ村上ですしずけらです。す。はい。 飯食い忘れた飯食うの忘れたわって、なんか、を自慢げに言う人いるなと思って、知らないしね、忘れるとかじゃないじゃん、飯食うのって、その人、自分、そういう人って、あ意識的に食ってんだっていう、なるほどいや、ちょっとわかるわ、最近ちょっと思いついた、そのあるあるネタですね、こういう人いるシリーズ、鼻につくやつシリーズで、飯食うの忘れたわっていう。 ちょっとさ食っといた方がいいからとか言う自分で決めてよ飯のとこあとさあれごめんちょっとあれこの間さエレベーター乗ってたらさなんか若いやつら乗ってきてでその若いやつらがなんか誰かがんか変な声出したのううウめみたいなそしたら「やめろよ」って「絶対つまんねえ」って思われてるさできたのああいやいやあの面白いと思ってるし大丈夫大丈夫 <laughs> なんかさ、うん、あのこっちの意見みたいにを、うん、代弁するやつ例えばあのなんかちょっと「や,やめなよ絶対み,みんなうるさいって思われてるよ」とか「あ,<ー>あいやいい,いい言わなくて」はい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 、はい、あのそれ俺すっごい嫌でさあの要はそこだけでやってる会話なのにそ<う>、ま、周りの人の心の声みたいなのを「そう!そう」 っみんな邪魔だって思ってるよああいや思ってない邪魔だと思ってお前が言わなくていいって代 <laughs> <あ>面されるの嫌いなんだね俺やだねあれなんかしかも集団だからイニシアチブ取ってるみたいなはいはい、はいはいはい、まあそのその、えー、人今その役割系の人っていますよねそ,その変わり者の人がいてうん そのちょっとそれを差し1個ちょっとツッコミでもない1個もう1個ちょっと分かってる感じで周りにも気使えてます私っていうはい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 分かってますよ皆さんの気持ちみたいな全然分かって俺は面白いと思ってるいやありますよねすいませんそうですねちょっと最近思ったそういや最近さあのねあの俳句を僕まあ普段からやってるんですけどまあ そういちょっと面白いなんていうの俳句そんな興味ない人でも興味も持ってもらえるような、うん、あの俳句なんかできたらいいなと思っててさは、はいうん、それがあのテーマを「スラムダンクにしようと思っておおお要は「スラムダンクの漫画を読んで<っ>その「スラムダンクの中に出てくる景色とかあいい事柄とか、うん、そういう。うんうんうん 読んだ感想でもいいんだけど何でもいいんだけど「スラムダンクを読んで俳句作るみたいなことをやろうとしてめっちゃいい俺も「スラムダンクめちゃくちゃ好きだからそうで僕も「スラムダンク大好きでほら映画化にもなるって言われてるから今ちょうどタイミングいいななんて思って「まあスラムダンク大好きで家に全館あるからさ見返してたんですよで俳句になっ最初は「まあスラムダンクって言っても全部さ1巻から32巻かな一巻かなうんそうだ十一巻かな31巻までを 全部読んんでどこかっていいうとさの広じゃだから最初「両南戦」の練習試合までを自分の中でテーマにして俳句作ろうと思ってそこだけ読み返して桜木が館長する時だよねそう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 あの涼南戦の練習試合剣のよさまでいかなくてでそこだけ何度もじっくり読んでまあ内容なんかもう何度も見てるから知ってるから。 風景とか、そう、今まで見てなかったとことかを。俳句の目線で。そう目線で、その、いわゆる、ほら、公園とかに、体育作るのと一緒の感覚で。あの中の、世界の景色と見ながらね。めっちゃいいじゃん。で、や、やろうと思ってうん、うん、見てたんですよ。はいはい、そしたら、あのお、お、おも、面白くて、あの、最後まで見終わっちゃって。<laughs> その、俳句どころじゃなくて。ただ、ただ面白くて。めっちゃ、ちょ、ち最後まで、見ちゃって。<laughs> っびっくりした、自分でも、本当にびっくりした。<laughs> いいって言ってたも <laughs>、うん。いいってなって、その、<laughs> 俳句まあ、俳句は俳句としてと思ってま、じゃ <laughs> まあま、俳句は俳句として、おたくやるって言った、ね、って,その言っちゃって 最後までというか長いから2日に負けなんだけど1回はその県大会全部県大会全部見て神奈川の県大会の話まで1回まず1日で全部読んでそこまで行って次の日にももういい読まなくて次の日はもう俳句とかも作る気もないそれも何個読みたいだけなんだけど逆に楽しみに撮ってたんです実はそれ。 1日目、本当に俳句作ろうと思ってやってたんだけど <laughs> 楽しみに2日目にその「s、は、l、い、スラムダンク県大会面で見てその後の間、ね、全国大会の話のところをその日見ようと思ってた時に俺家の給湯器が古くなってて1回壊れたのよ修理してもらったけどこれもう劣化して十何年使ってるから丸々変えなきゃいけないとでその日それを買いに来る日だったんですよ。なんで、うん えー、昼2時ぐらいにその工事の人が来てくれて、うんはい、でそれを作業してるのがリビングのちょっとちっちゃいベランダみたいなとこで行くとがあるんですね。はいはい、なんでそれが1時間ぐらいかかるのかな作業で、うんうん、がっつり直すから、うんうん、なんでそれ作業さやってるときに俺リビングに居づらいじゃないですか、うん、分かるなんか,なんかその向こうもちょっと気遣うと思うし手持ちぶさだっていうかううそんなときにまあ僕一応。 リビングとあと寝室もあるから、寝室はもう結構狭いんですけど、うんうん、まあペットと。まあ本当にテレビって言っても、モニターちっちゃいのがあるぐらいなんですけど。うんうん、この寝室に。うん、あのー、なんていうの、昔子供の時の秘密基地だ、そんな感覚わかります。うん、わかるわかる。あるある。うん、その感覚で、うん、もうそっちで作業してるときに。 そうサイドテーブルとかないんだけどベッドにあのリビングのダイニングテーブルの椅子をベッドの横に置いてそれをテーブルにしてあのド,リドリトスとお菓子のドリ,ドリトスを置いてゴゴてティのミルク最近あそんな俺家で甘いジュースとか飲まないんだけど <laughs> ミルクティー置いてそのせっかくだから。うん、で,でまだ残ってる「スラムダンク持ってきて。 読んでたらないでずっと。いやいや、違う違う違う、違う、秘密基地感だ。違う違う、あれ、待って、話がちょっと分かって、話が途中で変わったんだけど、その俳句作ろうと思って、「スラムダンクをこを読み出したら、最終的に止まんなくなって、ドリトスを食べながら、三王線を見てました。あ、びっくりした、全然、あ話が途中でとんでもなく変わったから。うん びっくりするよ、ね、なんかタランティーノ映画みたいな、ね、途中からゾンビ映画みたい <laughs> ってなったら「え何全然ダメよ村犬、うん、ダメダメダメ」びっくりしたそれはもうダンクって俺も本当に何回も10回以上絶対見てるけど、うん、本当に何度見ても無理だから俺もう俳句作れないかもしれないもん。<laughs> だって見るたびに面白いと思ってであれさってことは、うん、やっぱり俳句の。 えー、ノーっていうか俺も分かんないけど、うん、俳句の目線で見ちゃうともしかしたら「スラムダンクって、うんえー、前みたいに純粋に楽しいだけじゃゃ読めなくななくっちゃうのかないやでもやだから一回これ内容読んだ次も今読み終えてるばっかりだからこの温度でこの絵だけああ確かあそこら辺良かったなって言っていけるかもしれない。いいやいや いやでもねでも読みやっぱり久々に何度も見てるから細かいとこまでやっぱり見出してるよこっちは。えのストーリーは分かってるからこれ結構みんなにも言ってるんだけどこれ知ってましたえ何？え俺も結構見てる。安西先生のの家車ってて左ハンドルまあの一回ルカがアメリカに行くっていう相談を安西先生に言って。 言いに来て、あの着物の奥さんが,が車で送ってったでしょ。あの時見たら左ハンドルでした。え、安西監督ひ左ハンドルの。はい、外外国の会社乗ってます安西先生ち。あ、ちょっとショックなの。多分家もすごい,い,いじゃん。和室とかってだから全日本だからね元、元全日本だけど。うん。なんであんな確かになんであんなお金持ってるの。安西監督。いやだからすごいだからすごい監督なんで本当に目。うーん。 だけどいろいろそのでも俳句になりそうなシーンとかも一応メモったけどねあ一応えっとえっ俳句になってないけどね歌ってできないもんねそうそう、うん、トーナメントの表マジックでなぞるしとかねそういうのもいいかなと思うからさあなるほどあ、うん、そういうことかそういう細かいとことかあとは「うんうん、スラムダンクソンそんでまあそのね俳句になりそうなんか分かんないけど朝練してたまあ三王戦はまたほら、うん 雨が一回最初降ってて、はい、晴れてとかああいうのもなんかいけそうじゃん確かにね、うん、あのーあのー、受付の子だよねそうそうそう、うん、ただややこしいのはさ、あのー、俳句ってさあの春な、まあ、季語っていうのがあって、うんえー、春夏秋冬と、うん、あと新年っていうね5つに分かれるんですよ季節がね、うん、あ新年お正月はお正月でそういう季節なんですよ一つのねで五5つなんですね、うんうん、で,で春っていうのはえー がえー、月なんですね。はい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 で夏は5月6月7月なんですよえ八8入ってないの、ね、?8 月は秋に八九8 9 0が秋なんですよえ<ー>は8月はもう残暑なんですよいわゆるねあ,あその扱いなんだうん<ー>なんですけど「スラムダンクって4月から8月だけなんですよであの全国大会は8月に行われてるんでそっかあそこだと俳句 でマジでちゃんとそのルールにのっとって作ろうとしたら「秋」って言われてあっむず難しいんですよなんかさそれってさ夏にしときたくない<と>っだって夏の大会だからねあれ本当はねだそこが俳句で一番8月ってのがすっごくややこしいんですよえじゃあまさかの「スラムダンク俳句に難ずいむずいむずいはっきり言って <laughs> はっきり言ってむずいですでももうそこは夏としてやっていくのかもしれないけどね俺なんか汗とかってだって夏になっちゃうけどあ、ね、あそこはね まあいいかなと思ってて確かに秋って言われるとちょっとなんか、うん、まあさ冷めるまではいかないけど、うん、なんかイメージ違う感じするもんなそうなんだよねーええー、ど,どでもだからシーンいやそれいっぱいあるけどまあでもあのね一回あったのはあれかなロッカーから学ランがはみ出てるのシーンとかあったのよなるほどねうんそれとかそのロッカーをはみ出るあロッカーは ロッカーをはみ出る制服何何何とかいけるかなとかもうあったんだで俳句もまあそれで俳句もいまあちゃんとこの後まあと作んなきゃなとはもう一回だから、うん、ちょっと見てもうあったんだけど「いいでスラムダンクをで見ててねういいう見てたんだけど、うん、したらちょうどその「スラムダンクを見終わった次ぐらいに仕事でさ、うん、向井パンサーの向井と会って。 でそういう「スラムダンクもう一回見直してるみたいな話をしてたんですよ。そ、うん、したらやっぱり、まあ、向井もまあ大好きだからさ「あそうん,うん。でスラムダンクの話やっぱりあの描き方でいったらああいう試合をさうん、うん、ああやって井上先生が描くとさ一試合いったら40分の試合を三能星なんて7巻分ぐらいでやってんのかな、ねうん、すごいじゃないですか、うん、でそんなこと言ってたらこの僕らのお笑いとかも井上先生が描いたらすごいことになるのかなとかいう話になって2人で「スラム m d ク <laughs> スラムトークって言って井上先生が書いたらその芸人の実はその例えば向井が主,あの主人公だとしたら向井がこう MC やってる時の実は心情とか見てる人には分かんないけど実はこういう細かいファインプレーが入ってたりとかそ,のそういうのあるんじゃないかなって書いてほしいななんて言ってだそしたら僕らもさなん,かそのなんかもう,もう,もう僕 もうボケは浮かばねえのによとか言ってさ「でそんな球じゃねえよな」とか言って振ってくれたりとか,とか <laughs> はい、はい、そうだね、うんうん、でなんかあの「うん、あの,のいじられてんだろいじらねえぜ」みたいな <laughs> そういうのとか「安西先生トークがしたいです」とかさやっぱりやれるそれもトークでや,やりたいなそうかっこよく、うん、井上先生なら、うん、お笑いのいす,すごいと思うよいけるよねそのうん いいでももうもうでもそうなるともうギャグ漫画っぽくなりそうだけどないやだからそこはならないんじゃないそのなんないのかな相づちを添えるだけとかそういういやほらもうだって,だってさほらもうそうじゃんあのゲスト来たゲストの、うん、やっぱり気持ちよく喋ってもらう練習で相づちを添えるだけみたいなや<で><そ>いいんだよってその変にこっちが聞かなくても相づちでうんうんって言ったら向こう勝手に喋ってくれるからみたいなさあそ,う、ね、それいけんのかな その川端のさやっぱあのシーンみたいな三王の川田ってセンターのみたいな感じで桜木がそれをディフェンスしてる時にさ川田の心の声みたいなでさずいぶん長いこと浮いてんだなっていうシーンみたいなあるじゃんそれみたいな感じでんかあいつあいつさっき滑ったと思ったらもう先頭で かっこいいじゃん、そういうの。確か, <laughs> 確かにね、かっこいいね。うんうん、うん。いや、確かに。<laughs> ああ、それは、確かにいいね。なんかいいなと思って、うん。え、だから、あのー。 西田は俺が倒す、場合天才池田とかね。ああ、いいですね。あの、笑い飯。笑い西田さん。うん、うん、あの。でも、それだったら、やっぱり、あれ、山、山王なのに、山王って言ってるから。ああ、サイ、サイデンは、サイデンは俺が倒す。ちょっと待って、いや、待って、その時代で、つばんなくない、そいつ。ザオウの時やってるんだ、その。サイデンは俺が倒す。ジュニアさんとかの、あの。M. C.。M. C. 以のとこに、バばっていきなり走ってて、ドンて乗って。 サイデンは俺が倒すって言ってそしたらあのムラケンが来て俺のケツ思いっきり下からアッパしてアッパしてすいませんこいつ素人なんで素人素人いけたあいいいでしょ素人いけたでいけるじゃんわかんねえお前らの考えなんかそうそう俺は素人だからよそう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 ああいいいいでしょ それやってくんないかな。あ、それめちゃくちゃちょっとかっこいいな。かっこいい最後さ、その俺さ何も浮かぶなくなって、え嘘のようにボロ負けしたって終わる。最終的にはね。だから西田さんは倒すわけでしたいやそうだね。うん。でで次の対戦え次の対戦のえ誰だろう誰に嘘のようにえっとあのあのだからふにに あれですよね、モンスターエンジンの石森さんに,嘘のに、うん、そのようにボロ分けした。でピヨピヨピヨってつけて<白> <laughs> <laughs> あでも面白いねやってほしいけどなそういうスラムダンク風を笑い番組あーめちゃくちゃかっこいいかもしれないかっこいいよモノボケとかのやつをなんか最後まで追いかけて取って腰,腰痛くピキってなって。 腰痛めんな俺ちゃ腰っていうか芸人でいうもうもうこれ滑ってるからもうそれでやめときゃなんとかドローで済んだのにもう受けるまで追いかけすぎてさどうにもなんない滑る空気あるじゃんそこ拾いに行ってさでそれで大喜利でも俺誰かにえ とんでもない受ける答え出されたけど、うん、俺またそれと,と同等の答え出してみたいなああそれで何度落とせば諦めるんだあいけだっつっていいねあそれはいいなかっこいいじゃんその。ちょっとかっこいいでも話したらなんかすごいやりたくなるでしょ今の思い俺はアメリカに行くとかで, <laughs> <laughs> いやでもあれじゃんもうあのナオミもアメリカに行くしだからいけ,るいけると思うよ でももしかしたらでも誰かが、うん、あのー、だからそれがあのイ、ー、ブさんが、うん、あの薬物で、あのー、矢沢みたいな矢沢みたいになってそれで,でみたいなのがあったら俺止められるかもね誰かにそうそう、うん、やっといてもいいと思う今もう映画化もするから「スラムダンクのことやっぱりもうさ絶対映画化するときにさ「そのスラムダンク好き 芸能人とかで絶対番組やるじゃんけどさそれはなんか好きな人多すぎてもう俺らが入れるわけないじゃんいやそんな無理よ無理でしょただやっぱ村犬村犬と俺あとあの小田さんああおいでやすの小田さんね小田さんもめちゃくちゃ詳しいのそうしかもバスケ超好きだもんね小田さんあそういう NBA めちゃくちゃ詳しいああなるほどねだからそこら辺やっぱそれ絶対呼ばれないしもうみんなさみんないやそんな 多すぎるスラムダンクファンはちょっと、うん、絶対勝てないそうなってきたらやっぱ漫画家にしてもらってもう出してもらうってねスラムダンクにスラムトークそねそのスラムトーク井上先生がはじまさかの池田,を池田を主人公においマジかよやるかもしれないですよそのいやほんそしたら超かっこいいそのここ心情とかさああいいねあ<ー>あじゃああのー 別ので「バカボンドじゃなくてバカだよね」っていうので俺主役でまたその「バカだよね」「バカでね。いけるんじゃ最後ね」やっぱりいいね最後大喜利で西田さんとと巌流島で戦ってでも西田さんはもうペンを遊ぶようにこうやってこう書いて何か物干しざおでこうハハ 二刀流でやればいいああいいねでもちょっと今話したら確かにちょっとそれいいじゃんそういうお笑いもそういう感じにしたらちょっとだってさそんなのさまああんまりなんかこう裏側で頑張ってるみたいな感じとかはあれだけどでもなんかそのキングオブコントなんてさ言ったらそうよもうドキュメントというかもう熱血だもんねねそうだよね できるねそうそう<ー>やっとしいなと思って確かに面白いな MC の気持ちとかも向井の心情とかも,ともそうそうそう振るとかさあるじゃん今この人に振ったらとかでそんな球じゃねえよなでこう多分こうパス、うん、だからポイントガードだよねどっちかっていうと MC はねパスパサーだもんねまあ確かにねだからミッチーみたいな、うん、このこいつに振りゃギャグでなんかしてくれるとかいう人にこう振っていくんじゃない,はい、はい、で そうなると、うん、桜木のパワープレイとかリバウンドはだからツッコミになってくるんだからリバウンドだからそっか要は滑ったボケを突っ込んで笑いに変えてでさらに自分のこうツッコミで<ー>笑いだ4点分の働きだから結局そっかうんそうだそうだ4点分の、うん、でも1回その 安西監督に下げられてずっと流れを見させられるんでそうそうこれでマイナス2点でああじゃあ俺がここで笑いを取ればいいのかいや違う違うってそうじゃないって言ってダンクを決めればんとこねでここっつってここで君が取ったらここで君が突っ込んだらどうなる4点分の当たりかわちょっとわんかごめんもう関係なく「スラムダンク読みたくなってきただから「スラムダンクを読み返すと しかも今もう今もうそのずっと読んでるのに回読んで今フレッシュな気持ちがそうすると今もうやりたいことが一個あってその俳句以外にまたあの「スラムダンクの中にあれでいくら1学年10組ぐらいあるわけですよ桜木とか10組だからそうだね 10, 10組ぐらいあるわけだからそうするとさもちろんバスケ部じゃない人もあそこにはたくさんいるわけじゃんもうね当然ねその人の話とかをさ書きたくなっちゃって湘北高校の バスケ部じゃない子の話でちょろちょろそのもちろん「スランブダンクっていう名前はそんなに使えないかもしれないけど、うん、なんとなく匂いで「わまたデッキ赤髪のやついるよ目合わせないどこ?」みたいなのがちょいちょいその物語の中に出てくるんだけどああいい、うん、ああこれ多分その湘北の多分同じ学年の生徒なんだっていうことなんですけどその生徒は生徒でなんかその毎日があるわけじゃないですか。そうね、その全国大会に出るような 高校生じゃないかもしれないけどカラオケに行って、うん、友達とカラオケ行った時に、はい、カラオケの履歴を全部なんかこのそのそなんか演歌とかに変えといて <laughs> 次次入ってきたお客さんが履歴見た時に「<laughs> あ演歌だけじゃねえかよ!」<laughs> とか言って「<laughs> いやもう <laughs>」とかいう笑いを取ろうとしてたことかもそういうのに一生懸命なことだっていいわけじゃん。そそそうだ、ね、いやそう,そうだよそうだねよそ<う>、うんなな高くはなくは飛べても、うん そういうこし子も頑張ってる子もいるかもしれないわけじゃん。当然ね、当然。ああ、確かに確かに。だからあのゲーセン行って対面式の格闘ゲームとかあるじゃん。うんうん、あれってさはい、はい、昔さ向こうが百入れるとさうん、うん、両方でクレジット共有できちゃうから。はいはいはい。あの 100円入れてる入れてないやつがスタートボタン逆側で押すと、うん、そっちにクレジット入っちゃって、うんうん、だからそれパッて押して逃げるとか <laughs> そういうそういう楽しみ生活をしてもしかしてそのだから教室のこう後ろの黒板とか小さい黒板とかにこう<れ>なんかなんか知らないけどさ好きな人の名前書くみたいなの言ったり <laughs> 名前書いてパッとバレないようにするやつみたいな <laughs> 自分の中のこうおまじないみたいな感覚でなんだろうね でそれ書いた名前がもしかしたらあので春子さんの友達のやっぱり藤井さんのこととか、うん、<laughs> 藤井ってかいて結して、うん、そ,そこにはそこの藤井さんのこと好きなさ、うん、男子がいたっていいわけじゃんそでもさ、うん、それ「スラムダンクと合わせて読んじゃうとちょっと俺めちゃくちゃそいつの気持ちそうだよつつ俺らなんてそっちがだ全国大会出てんだからね花道たちは確かにいやそうだねいやそれそうか よく考えたらあれってこんなこと言い,、うん、言い方悪いけど勝ち組じゃんそうだよねだから俺はそうもちろん「スラム m ン u 大好きだしあのキャラクターが全員好きだけど本当に自分が、うん、あの世界観の中に高校生として入ったらまあ友達になってないと思うのよあんな練習毎日一生懸命やってる子をあ,あっちの方が偉いのに僕はなんかうがった身で。いやー いや,確かにいやバスケなんかそのやったってしょうがない人プロになれないでしょうとか、うんうん、後々だって全員 NBA 行くのも行かないでしょ,うでしょうとか当時ね「あのスラムダンクの時代の時にはプロっていうものがないからさ、うん、バスケ時代にねあそっかプロってだってここ何年かじゃないですかあ<ー>そもそもで言うと確かにそっかうんだからそういう自分があそこにいたと思ったら後に芸人になってたやつがあの中にいるかもしれないわけよ小学校の中に <laughs> あ確かに そうですんだそいつの話とかを書きたいなと思ってだだってさ、うん、あの多分、うん、その俺が湘、うん、北いたら別にどこの部活にも入ってなくて、うん、で桜木と赤木が、うん、あの一番最初に戦うところを見に行っててはい、はい、でその時に桜木が赤木の,あの,あのズボン下ろしちゃうシーンあっ あれとかを俺のちの芸人になってエピソードトークで話したり、うん、<laughs> ああいいね一年のなんかでっかえでいたんですけどそれが涙見<ー>それ三年のキャプテンだかって,ってでそれであのズボンパって下ろして下ポ全部出ちゃったんですよ。 いやでもそうだよねいやー村けんでもそれはなんかすごいなそうでしょうそっちの方が多いしそうだよだって桜木があのバーンってねよく頭突きロッカーとかにしてたからさあ,<ー>あれのせいでビクンってなってさそのなんか変な大事なやつこぼしちゃって <laughs> 持ってたなんかそのああ熱いものとかジャンとこぼして好きな子にかかって振られたとかもいるかもしれないからいやそうだね それはもう本当バタフライエフェクトじゃないんだけど、うん、何,何かがあって誰かが、うん、そうだね僕らは「s l a m d u n っていうお話の中の物語しか知らないけどあのあそこの何千何百人っていう人間に物語が本当あるわけだからそこの物語もあってもいいわけよそうねそうよ確かかにななんかそっちの方が なんかうわーって思っちゃうでもまあ「スラム m d u 単純に面白いからうんあれだけどなんか切なくなってきたなちょっとそういう話かけたらすげえいいなと思ってうんうわカラオケのやだなーその描写 <laughs> にするやつの演歌歌履歴全部やってとかもしかそのなんか「アンパンマン愛しのエリー印手紙ルビーの指輪」とかで縦読みしたら愛してるんだって <laughs> でやって友達、男同士で行ってんのに、いや、俺見て、愛してるとか言って、いやいや誰、誰,誰にだよとか言って、いねーとか言って、二人でじゃれ合ってる、男二人でカラオケで, <laughs> で、でそれでちょっとあの,あのテーブルにバンってぶつけて、コーラとカルピス混ぜたやつ、バーってな、うんうん、ってって、やべ <laughs>、やべとか言って,言って、で靴で、靴でスリスリスリってやったら、お前やだ、伸びるだけだからやめろ、やめろ <laughs> もうやだな そういうやつも絶対いいるからねそううやつの方が多い,いんだから,だから桜木桜木っぽいえだからこの世でやっぱ桜木と桜木じゃない人でいったら桜木じゃない人が多いもんね当然この世にはねそう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 花道じゃないんですよみんなみんなは脇道だとか <laughs> そうだね <laughs>、うん、そうだね脇道だ裏道だそうだねうんうん獣道だ,だ、うん、いろんな道があって るわけだだかからねねそうだよ、ね、う確かにあこれはちょっとなんか書いてほしいないやだからそういうの思いながら読んでると楽しいまたこれはこれで、うん、でもそれでも俳句になんか,だからそういうのも入れれるかもしれないその、ね、その別の別の目線で読むっていう、うん、だからあの中の勝手に出てくるなんとなく学校のシーンの時の生徒こいつって主人公って決めて自分で物語作ったらうん。 面白いですよねうん<ー>絶対あそれいいないやそうなんですよだからそういうちょっとごめんなさい「スラムダンクの話だけしてたよねいやでも、うん、やっぱいやでもちょっとなんかそれ読みたいなその「桜木」じゃない人の話読みたいでしょ、うん、ちょっと書いてみるわでも「スラムダンクつかなんかなんとなく気づく別に金儲けしなければいいもんね書いてる分にはねいいやいや俺普通に 普通にそれうわってなっちゃうかもしれないうああそれこういうやついたのかっていう、うん、カラオケでだからただの高校生の話なんですだた,ただ,ただうどうやら湘北高校っぽいっていう描写があるだけでそので花道に対する思いとかが書いてあるわけじゃないからそうだねなんでもないマジの高校生のいやでもそれが、うん、それが湘、うん、北にいたそういうやつが湘北にいたってなった時点であっ あのみんな頑張ってる頑張ってるか,、うん、あのかっこよくてね、うん、背もあってはい、はい、部活にこういこう命を懸けてるやつの横でそのカラオケで全部演歌にし,にしてボケとかそういうやったりとか、うん、そうだねそのあの不良の先輩の前ではボタン開けれないけど友達と2人の時だけあの第一ボタン開けてるとかそういう。 そういういらよでもそいつらもだからバスケ部のことなんか多分うぜえとか多分言ってると思うのよ陰、ね、口というかうあいつらさなんか不良なんだからさ、うん、ダメじゃねえとかさ、うん、そうだね多分言ってるじゃん悪口もうん絶対言ってるけどそういうふうに言ってたんだけどだんだん一回ちょっとなんかえ見てみるっつって応援する頑張って応援するっていうものが、ねね、だって あの俺,俺が別のあったら、うん、えっと小学校行ったらうん、うん、えー、両難に負けたバスケ部のことを俺陰であのえ結局負けたんだってって言っちゃってるかもしれない <laughs> 言ってるよ絶対言ってるよその負けあの試合の内容知らないしだってあれとんでもなくいいいい話もう俺はもうすごい感動したからさはい、はい、でもそれ試合とか見てなくてバスケット部に何の思い入れもなかったら、うん <laughs> ま、負けたってあんだけ 走っってて <laughs> 言 <laughs> 言って言るよ「<laughs> ね、意味ねえ」とか言ってるよひでえな本当に。にそういうのかちょっと書いてみろ今度書いたらよい読んでいやそれさあの読みたいなんか俳句で、うん、俺もなんかあーでも難しいないやちょっといや別に俳句じゃなくてなその日記みたいなのでもいいじゃんあ<ー>そのある小北の生徒のあいいねうん また赤髪が走ってロ廊下走って体育館の方行っていたみたいな。いでもそのたまに桜木のことで笑っちゃったりとかしてさ。<laughs> 桜木テンプっ,っボケ面白いから。<laughs> いや確かにね笑っ、うん、ちゃうん。うん、むちゃくちゃだもんな。うん、そうそうそう。そうね。いや面白い。それはちょっと考えたいな。ちょっとね勝手にする。 考え俺らの作品でもなんでもないでもいつ映画化がちょっと楽しみだよない, <や S 2> いつなんだろうまあ決まってないよねであれどこのシーン ?4 本わかんないでも三の線じゃない <うん S 2>、まあそっか3の線じゃなかったらちょっとご勘弁よ <laughs> いやでも一回昔あの映画化されたじゃん昔「スラムダンク n k ってで3本ぐらいあるよねあれオリジナルストーリーすあ三3本あったっけぐらいあの要はあのアメリカ人のやつと戦うやつだからド,そうドラゴンボールとかって一緒にご同時上映してたやつですよねあれ全部つもあんだ 結構あるんですよだからそこはあの漫画では描かれてないとこ無理やりだからあの桜木が最初に振られた女の子いるじゃないですか、うん、一番最初、うん、冒頭で高校、うん、入る前にれそれ小田君が好きなの,きなのバスケットボール部の小田君が好きなのっていう理由で桜木を振った女の子いるじゃないですかそれでバスケが嫌いになるんですけど桜木ねその小田君が出てくるのとかが映画であるらしいですよ。本当に小田くんが行ってる高校と戦うみたいな

まさかの恋愛ってなるそれもなんか恋愛に着目した。うわ <laughs>、まあ、嫌だなぁ、ちょっと。でも分かんないからね、これは。オリジナルかもしんないし。<laughs> まあね。まあね。もしかしたら、湘、まあ、北出てこないかもしんない。え湘北出てこないだから全国大会の決勝戦。海南対どこなんだっていうところそれ明らかにされてないからね。海南が準優勝ってことになってる、ね、いや、俺は名宝だって睨んでるけど。いや、これ名宝が多分違うんですよ、実は。 ああそうどうやら俺の調べによると待って待って言うまだどそ,れど<え>それ何調べえそれ何調べそこをはっきりしなきゃダメよいやちゃんと言って何調べ本当にあのネットいやえいやえ噂だと都市伝説ですけどどうやら名宝じゃないっぽいえそれはちゃんとこれこれこうだからこうだからって言って名宝じゃないって言ってんの言ってますちょっとあんまこれあんまりあれだけどお前違う違うほいや本当に 福岡の学校なんじゃないか説が出てる噂だとえなんでこれは本当にあともうこれもう時間あれだからあと自慢だけですけど「スラムダンク n k の神奈川の方かなの予選のトーナメント表があるんですけどあれってま言ったら出てこない学校の名前とかもあるじゃないですかあれって多分どっかの地域の名前とかもしかしてどっかの学校をモチーフにしてる可能性があるんですけど決勝 神奈川の予選、<ー>これ、えこの、<れ>この予選、神奈川の予選、ああ、あるわけじゃないですか。この神奈川の県大会のトーナメント表って出てくるんですよ。一回全部出てくるときあるんですけど、その中に、いろいろバーって書いたら全然出てこないとこで、うん、龍ケ崎藤代とか竹園っていうのが出てくるんですけど、うん、これ僕の地元の高校の名前なんですよ。え 城高校ってのもあるし<う>竹園高校っても漢字は違うんですけどえ<ー>龍ヶ崎も龍ヶ崎僕龍ヶ崎一校なんですよえお前多分これそれだとこんだけ近いところにこの茨城の学校並んでるってそういうとだと思うめちゃくちゃいいじゃんこれめっちゃいいでしょうわそれすごいいいなすいませんえあのイルマないえいイルマないイルはないと思うぞ <laughs> ただ吉本ありますけどあ <laughs> 吉本 <laughs> いやそっか そうそうこれ、ね、わっそれめちゃくちゃ嬉しいねこれ嬉しいな偶然まあ損じゃないのかもしれないけど嬉しいんだよいやいやいやそれはあり得るねえ<ー>それ並んでるんでしょそこら辺並んでるあだから多分茨城ああのな,なんかそういうところから撮ったんだと思うん、いや龍ケ崎これは龍ケ崎僕海南の下にある学校なんでえめちゃくちゃいいじゃんいいでしょ目につくじゃんそうええー、こういうねこういうところからも勝手に 見つけるのも面白いんだよ確かになそのトーナメント表見ああ神奈川県予選のトーナメントもあったかあれインターハイが強くてさトーナメント表って言ったらへえわすごいちょっと面白いなということでマジでちょっとごめんなさい本当にただただ大好きな「スラムダンク」の雑談したっていう感じになりましたけどだってスラムダンクなんて俺らり詳しい人なんて山ほどいるしね俺ら好きな人も山ほど多分それそう